はい、どうもおはようございます、こんにちは。今回もですね、新三国無双6、無双モードやっていきたいと思います。ということで、ちょっと、小分けになりましたが、次回で続きやっていきましょう。ようこそいらっしゃい。武器がガチャガチャしとんですが、まあ、とりあえず置いとっていいかな。角殿が策を考えている時の顔、なんだか、ゾワッとしませんか。あ、そうですか。もう悪いこと考えてそうな感じが出とる。趣味で占いをやっているのですが、今日は運命の出会いがあるかもしれませんよ。出ました！ですよね。僕もそんな気がします。 C から始まって運が途中にあって キーで終わる女の子に出会えそうな気がします。かわいいよ、新規。長領殿は関羽殿の部に惚れ込んだようですな。長領いいよな。友達に欲しいのは長領やな。関羽殿の部、見事なものだ。かのごとく素晴らしき武人がいたとは。あとは？あ、これさっき聞いたね。そうそうや。核が策を立てたそうだな。この戦もようやく終わりが見えてきたか。ずいぶんとあの男を買っておられるよ。あやつには役に立ってもらわねば困る。天意のためにもな。うん。次は巨友殿は炎章に仕えていたようですが、あまりいい噂は聞きませんな。まあ捨て駒にすればよかろう。この戦いでは重宝する。めちゃくちゃ重たいこと言える。関羽殿、多少はやる気になってくれたか。このまま居ついてくれればありがたいのだが。さあ、カウちゃん、もういつ見てもひげがひげなでよんな。を見過ごしてはおけぬ。この関雲長、今は曹操殿のために戦わん。よし、行きますか、カクさん。あれだけの大軍だ、兵糧の確保には苦心しているでしょうな。巨友に兵糧庫へ案内してもらいましょう。そこを焼いてしまえばあとは簡単だ。兵糧庫は嘘にございます。門を開けさせることは可能ですが、工作のためには準備が必要です。少しお時間をいただけないでしょうか。よかろう、時間稼ぎぐらいはしてやる。さあ来ました。巨友が出発するまでまだ時間がかかる。とりあえず来ましたよ。邪魔物を片付けておこうか。これ、あれを一旦。総秘殿、炎章軍の正論を片付けておこう。おお、いいやん。あ、全然違うわ。全然違うわ。停止せよ。この地で守りの陣を。ここか。こういうこと？ああ、いいですね。これも壊せるんかな。これは違うんか。これ違うな。あ、こっちじゃない、こっちね。あ、装備もできるんや、これ。これ早いんよ。これが地味に早いのよ。はい、ほい、ぶっ飛ばします。あれ違うぞ。ここか。 OK え、ぶっ壊し。巨友の準備ができたよ。さあさあ、いざ嘘へ。ぶっ壊し。東門で巨友となんちゃらこうちゃらって言う。あれ馬は任せい。どこ行った巨友は。さあ行こう、さあ行こう。どこや、嘘はどこや。
どっちから行くんが近い？頑張ってよ。道は二手に分かれております。まっすぐ進めば伏兵が待っておりましょう。左へ進めば崖がございます。おう。崖に登れば伏兵を奇襲できましょう。なるほど。さてさて、巨友を信じていいのかね。判断は葬儀殿に任せますよ。道を選んで崖にする？どうせなら崖にしますか。伏兵発見。この下に敵がいるね。こういうことね。飛び降りれば奇襲できそうだ。なるほど。これね、攻撃範囲やっぱ攻撃力中つけとくわ。打ち取った。さあ続いて嘘を。もうぼちぼち間に合うかな。おい、なんかあいつ壊れとんな。おい聞こえ、お前何しとんねん。危な、こいつ今ぶっ壊れやがったぞ。バグって漫画な。かわいい。わかる、わかる、めちゃくちゃわかるよ。美しいだけではない。これで頭を冷やせ。命は。いやー、ごめんねー、ごめんねー、あーごめんねー。これで頭を冷やせ。めっちゃかわいいな、マジで。えぐ、シックスかわいい。ならば私の制裁に迎えて。それも拒むぜ。ドン！強っ。これでマジでかわいそうなの延期なんよ。延期がマジでかわいそう。本当に気の毒延期。OK。本当延期かわいそうよな。俺もう気使うわ。あんな目の前で。目の前で妻を奪われ、さらに殺され。大変なご活躍。こちらもお心を頂戴したいですよ。もうこれで全部倒したんじゃない？よし。OK。これ何の時間？これ何の時間や？これ鬱陶しいな。出番だ。お任せあれ。私は巨友である。天使様の密命を携えてきた。門を開けよう。開きました。行きましょう。準受刑倒したらいいんか。これで頭を冷やせ。あ、超高期待ね。ながら見事な策。この上は技を尽くして美しく散るのみ。はいはい。天将はお前を買ってはいまい。そんな奴のために命を捨てようと。ああ、マジで。それはつまり私のちびだまが美しくないと。どこ行った。よし。え、倒した。あ、びっくりした。倒してないね。
見るがいい。炎症の命が燃え尽きる様を。かっこいいな、家計部隊ってこんなんない。貴様もここで灰となる。それとも時代を照らす炎となるか。この上旬が鮮やかに燃え立つ炎となりましょう。仲間になった、やった。てかさ、新規のさイベント見たいんやけど、新規のイベントないの？新規をなんかこう制裁にめとる時のなんかイベントを見たいんですけど、そういうのないんですか？これが一番欲しいんですけど。皆の命、この龍玄徳に預けてくれ。全軍、敵本陣へと強襲せよ。OK。いや、これ結構あれやな、敵が多いな。大丈夫か。ここが手薄なのはいけませんね。皆さん、あれ、私たちでここを守るのです。眩しいほどの働き。私も輝きます。ほいよ。そう、より鮮やかに。これで頭を冷やせ。はい。運長、運長ではないか。よくぞ無事でいてくれた。さあ、共に。兄者、今はまだ共には行けぬので。そうそう、大丈夫かな。これ行った方がええか。いずれ再開できよう。今は落ちぬ。来い。再起を図る。これで頭を冷やせ。よし。ですね。さすが連携の道に。入れないね。入れないのか。開いてないのか。残念。よし、これでちょっと下行きましょう。下、こいつらを倒しとこう。神秘よ、神秘。私の知略に勝てるとお思いか。 OK。 これさ、なんか装備とかの体力高いんやけどさ、使ってないのに。これなんだ、これ。 なんか高くなるん、勝手に。今ちょっとそれが分からんのよ。なんか育ってない。そんなことない。これで頭を冷やせ。よし。悔しいな。ここは引かれば。はい。オッケー。我が軍の兵は何をしておるか。霊族に敗北はあり得ぬ。許されるのだ。許されるのだ。さあ、あと印象だけです。引くことがそのまま負けではない。俺ちょっとマジ新規のあれ見たかったんやけど、ないんかな。どうしようもないんやのか。めちゃくちゃ辛いんやけど。泣いちゃうよ俺。見たくて見たくて仕方がないのに。あー、来いや。あー、これさ、特技習得欲しいな。もうでもないんか。獲得できる武功が、これいいね。攻撃範囲を拡大させる。どっちがいい？これにする？よくも我が軍を苦労してくれたな。この国で100倍にして返してくれ。はい、はい、我が知略に勝とうなど。はい、はい、はい、バーン。
あーマジで、あやるなおい、これ結構敵攻撃早いんだよ。次こそ我が知力でお前を倒す。敵将、私が討ち取った。かわいそうに炎症裏切られて超高難。いやさすがさすが、大変なご活躍、こちらもお考慮を頂戴したいですね。こいちょ、じゃあトシの先からなんやこいつらか。何そのふざけた無双ランブ。バカふざけとるやん。回復しないしかも。よっしゃ倒した。炎章は言った。これで中原一帯は我が勢力下となろう。関東の戦から数年、随分時間がかかりましたが。だが父よ、これで終わりではありますまい。無論だ。我が知性、一人でも多くのために見せねばならぬ。時代遅れの名族は死んだ。そう孟徳の新しき世は目前だが、そう孟徳もいずれは過去のものとなる。父よ、あなたの見ているものは果たして私と同じだろうか。なんか重たくなってきたな話が。波動の後継、宗平の活躍により炎章は滅んだ。河北、中原を抑えた曹操は天下最大の勢力となった。曹操は次にその鋭い眼差しを南に向ける。南には慶州の劉表、益州の劉璋、そして江東の孫権がいた。曹操は慶州に狙いを定める。曹操の進行中に劉表は死に、後を継いだ劉曹は降伏した。だが曹操は油断することなく、大軍と共に慶州に進軍する。慶州には曹操を恐れる民がいる。その民を憐れみ、戦に巻き込もうとする劉備がいる。そして劉備の消息を知り、曹操の元を離れた大敵関羽がいる。劉備は攻め寄せる曹操軍から逃げ、民を連れて江陵に向かった。今度こそ乱を呼ぶ存在劉備を消し、波動をなす。そのためならば、曹操は長領らに追撃を命じた。乱世の勧誘は今乱世の鬼になろうとしていた。さあ次が長派の戦いですね。冷酷非道と呼ばれようとも波動を行く突き進む男ですね。劉備の息の根を止める。邪魔する者は打ち果たせ。殿、劉備軍には民も多数おります。その者たちは、彼らは自らの意志で劉備と共にあることを選んだのだ。
劉備につく者は敵、民将兵の別はない。長領、お主は我が刃、振るう先を決めるも返り血を浴びるもこのわしよ。なんかかっこよくない？長領様、劉備軍の伝軍を発見しました。趙文渊、参る。あれ、なんか戦い始まった、いきなり。あれ、もうちょっと待ってよ何も、俺続きやるんかと思ったのに。攻撃範囲、待ってね。ちょっと待って、急に始めないで。終わったと思ったのに、今。長江総統で行くか。こんな感じでいいかな。ちょっと待ってよ、ごめんよ。僕何もしてないからさ、今。よかった、これ先にできて。天輪、適性が天輪になる。ゲージストック1。ソーラン部に。よし。天輪っていうのが適正なんなん？適正ってどこで見るん？どっかで見れんかったっけ？これこれ、あ、ん？待てよ。適正天輪。わから、ちょっと教えてくれ、適正天輪を。おった。さあ、追いかけよう。なんか急に始まったけん。いや、ちょっと待て、一旦終わろう。はい、一旦見ましょう。これ、長波の戦いなんで。ちょっと次また続きやっていきます。はい。急すぎてびっくりしましたが、とりあえず関東の戦い終わったということで、いいところで区切りたいと思います。じゃあ、こんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でございました。バイバイ。